うおー、砂雨さんと。このペア多かったからな、結構な。序盤にボタン消費しときたいな。内部内部さあ、いいボタンな。もうちょい詰めれるかなと思って押しました。ああ、そうですね、うん。まあじゃあ詰めますか。ちょっと昨日の話を。うん。モラくんは。なんすか。まあ、ドズルさん、オラクの絵って見たことあります？いやもうあのね、画伯っぷりを最近やっとアマース界隈にもバレてしまったという、オラクの才能が。あれ才能ってことなんになってるんですね。そうですそうです、はい。あ、じゃあいいと思います。すごい。ドズルさん、ドズルさん、はいはい、オラー君ってクリエイターじゃなくてイラストのイラストレーターで起用したんですよね、ドズルさん。いやでもあれですよ、マイクラの建築もすごいですよ。おお、え、そうなんだ。センスやばすぎてグッズ化したいぐらいあります。へ、はい、まあ僕1年生から3年生までお絵かき教室通ってたんで。え、本当に？え、マジで言ってる？え、ガチで、そんなびっくりされる？結構いい、それ、それ、はい、先生のせいだな、じゃあ。ごめんなさい、なんか僕が下手くそみたいな。いやいや、下手じゃないの。人の心を打つ、うん、人の心を打つ絵を描いて。いいよ、いろんな意味で打ってる、打ってる。うん、いろんな意味で打ってる。早くスキップ押してください。え、押してほしいですか、オラホ君。いやもう押してくれ。どうしよっかな。押してくれ。本当に押してほしいですか。押してください。オラホ君、押してほしいですか。インポスターの2票ですね。ただ自分と誰ですか。自分自体してない。あ、僕です。誰か。もう一人いますよ。ちん。見てみよう、リアクターだな。これが最前提なのかな。押せで、ここでドア閉めした方が絶対はい、ナイスナイスボタン、はい、ないわ。特に何もないです。はい、はい、うん、お、なさめさん、今あれヌーの譲り合いました、もしかして。ユー、あ、なんかアルトさん戻ってくのかなと思って。ユー、おお、もうなかなかなお金しかないですね。そこがちょっとね、逆転してきた、うん、ここ2人ちょっと怪しいですよね。まあ2票ぐらいじゃどうしません、もう2票ぐらい入れてもらわんと。いや、これ最前提だな、マジで。先停電でドア閉めの方がいいかもな。よか、キッチンはちょっと切り狙いづらいか。誰かいた、見えたけど誰かわかんねえ。あ、誰かがキレする瞬間見たって感じですか。バイタル前に死んでたんですけど、結論から言うと、はい、どっち、うん、え、夏目先生、エロちゃん、エロちゃん、エロちゃんか、うん、うん、で、
一人上に上がっていく人物の足だけ見えたんで、誰か直近で殺して上に上がってってます。あ、オッケー。だったら、ね、オラフさんとスドーズルは弾いて。僕目線も弾ける。先端さんもエンジンにいるから無理です。はい、僕カメラ見てました。うん、じゃあということは砂ザメが浮いてますね。砂ザメさん。サントスも、サントスさんも浮いてるんじゃないですか。あ、サントスさん僕ね、あのメインで見てるんですよ。メインで。オラフ君ずっと一緒だったら、最後一緒にいるんで、その下行ってるの見て、ドズルさんと一緒に、戦場のところいるんでって感じですね。はい。私、最終日が、アーカイブなんで、多分見ちゃってます。はい、なんで、砂ザメさんじゃないと切って、アルト君が嘘をついてるか、アルマ君とセンタンが、僕、ね、アルトさん、アルマさん見えてないです、僕。あ、ちなみに、ごめんなさい、僕はアルトさん視点で絶対無理なはずです。アルトさん、エレクトリカルに行って、アルトさんが診察室に行って、僕が左行ってセキュリティでカメラを見て、で、先端さんがエンジンから、エンジンというかコックピット方面から右にエンジンを通り抜けていくのを見たと。あの、先端さん、今、宿舎前いませんでしたっけ？あ、そう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 。だから、オラフ君とサントさん。あ、じゃあ、これはもうアルトスナザメロラで間違いないやつ、うん、いいと思います。ちなみに、スナザメさんってどうやって移動したんですか、アーカイブまで。貨物ラウンジアーカイブだから、その最近、上に行ったってことですよね、多分。初手キッチンでしたよね。初手キッチンです。キッチンからどうやって移動したんですか。セキュリティ電気室、診察室、貨物ラウンジアーカイブです。そのルートだったら、僕とサントスさんと会うと思うんですよね。そう、その通り。あ、ごめん、どっちだっけ、アルト君、今の死体って。え、ちょっと待って、マジで電気室、エロちゃんさんの死体です。エロちゃん。あー、でもまあ、本当に電気室、診察室、貨物室、ラウンジ、アーカイブなんで。サントスさんと、どこだけだと思ってます。ずっと一緒にいたんで、二郎はないなら絶対無理です。もう少し説明します。力締めて。ネイボー、聞きたかったのが、ごめんなさい、サントスさんとラフ君目線、アメネコさん見てますか？見てないです。見てない。それがちょっと気になってて。でもアメネコさんは、ドズルさんは見てる。ドズルさんも見てない、はい、あ、私はドズルさんが見てたら大丈夫だと思います。ドズルさんがアメネコさんは、終盤10秒15秒一緒にいました。あ、アルマ君と一緒に僕はアーカイブから、シャワー室に降りてて、はい、そこアルマコッケでね、アーカイブから、あの停電中に2人ほど降りてってる、はい、停電中で見ました。アーカイブから2人降りてってて、はいはいはい、仲間アルマとアメネコだと思う。そう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 。で、僕はその後にメインにいて、そのメインをオラフ君、サントスさんの順番かなでね、メインをね、右から左に通っていくのを見てるから、まあ一方的に見てるだけかもしれないけど、まあ見て、それ見てたらあれかな、いたってことになる。だから僕とドズルさんの一応インポスターはなくはないけど、うん、今日はアルトをするでいいんで、エロちゃんはそれで多分絶対落ちると思うので、夏目先生の方洗ってほしいです。目撃情報。 OK、 じゃあ洗おう。ん、右では見てない。右はいないと。左でも見てないですね。あ、ちなみにさ、サントスオラフってさ、ずっと一緒にいたのかな。停電を直したのが僕とエロちゃん、サントスさんとさんで、僕とサントスさんはその後ラウンジアーカイブ、宿舎前まで一緒にそのルートで行ったんで。停電直ったタイミングだったらキルクル多分開けてない。ごめん、かつ停電の前から、あの厳密に言うと診察室のドアを開けるところからオラフ君と並走してます。そうですね。でもほぼきついよね。無理だ。私視点オラフ君はどっちのキルにも100関わってない。あ、分かる。 OK。 だから、まあそもそもサントスオラフの2インポスターがない以上、まあ、サントスオラフは白置きで進めようじゃ。うん、それだけ覚えとこう。一応時間は60秒経ってたと思うけど、まあ、60秒経ってた、経ってた、うん、でも、まあ、でもあれでしょ、最初のその停電の前からなんでしょ。だって一緒なんでしょ。あ、2人一緒にいるのはね。そうか、夏目先生が。ああ、じゃあもう無理だね。だったらきつい、やっぱり。まあそうっすね。うん、誰かスキップに入れてくれてる。あ、ごめん、私結構脳死で入れちゃった。あんま考えてないんだけど。頑張るしかねえ。
弁当を使って弁当芸してでも。リスク取って切り捨てかんとな。シュめっちゃ逃げるやん。ズルさんか。バイタル情報あります。バイタル情報あります。35秒前時点でドズルさんは死んでいます。あれ？もう一人死んでない？いる？いや一人だ。一人だ。あ一人か。あごめんごめん。一人だけな。35秒前以上にドズルさんが死んでます。35か。で停電直したのは一応私です。はい。アメネコさんは厳しい。いや30。まあまあ厳しい。まあほぼほぼ厳しいかな。キッチン脇の武器庫エンジン金庫ミーティングです。あ、てかオラフ君さっきでもう隠しになってるから大丈夫じゃないの？オラフ君。オラフ君とサントさんは、うん、うん、まあほぼ洗う必要は。一応カメラ情報出すとオラフ君が金庫、先端さんとアメネコさんがミーティング上がったで、サントさんがアーカイブら辺がカメラ情報です。ドズルさんはどこにも映ってなかった。まあ、僕が見始めたのが20秒くらい前からなんで、その時死んでるんで。死んだ状態から診察貨物ラウンジアーカイブまでは行ったんですけど、そこでは見つけられなかったですね。僕武器庫キッチン展望セキュリティまで見てます。で死んでない。カシオの音って結構聞こえた気がするけど、先端さん以外に登った方はアメネコさん、アメネコさんとラフ君か。あーそうですね、最後は僕です。うん、わかんねえな。結構センターむずそうには見えるけど、35秒だとギリギリなくはないんだよな。そう、まあでもだいぶ厳しいと思うけどな、メイコさんは。アルマさんがカメラで見た情報で一番古い情報を教えてください。オラフ君が金庫の上から走ってきて何やってんだって思いました。それオラフ君視点どれぐらい前の情報？何やってんだってどういうことですか？ああ、2個タスクがあったんですよ。ダウンロードタスクと、はい、あ、オッケーオッケー。じゃあつまらないから先にタスクあろう。どう？終わった僕。僕あとミーティング1個です。あと1個ですね。あ、じゃあまあ、キッズかな。けるかな。うん。あ、すいません、銀行の隠れ身の術してました。ああ、金塊のほとんど。ああ、そうです。まあ、それは怪しい。停電中だったんで怖かったんですよ。先端さんとアメリカさんがお互いに結構無理そうってなると、消去法でアルマさんが殺した後カメラと思ったけど、やるかな、でも。よしよし。クールリセットで、ドズルさんが死んでる以上、1キル目の夏目先生の容疑者、僕はメネコさん、センタンさんの3択、うん、でもうこの時点でサントスさんとオラフ君二郎がないから、もう絶対白で、うん、っていうのだけ置いてタスク勝ちでいいと思ってます。あ、一応確認なんですけど、サントスさんってどこ脇ですか？あのチャンスでの脇は、あのその、夏目先生とかがダブルキルされた時、一番初めのあれか、アーカイブだったかな。
茶わか、あ、メインか。停電の時点でも35秒は経ってないですかね。私がバイタルキルしてるパターン。いや違います、バイタルキルじゃなくて、うん、もあバイタル以外でキルしてるんだったら、停電時点でもし35秒経ってるとしたらなんだけど、うん、あ、それこそその砂ザメさんが両方やって2キル目起きた瞬間を見られアルトクに見られてるとか可能性も浮上してきちゃうけど、それ言っちゃうと、あ、てか普通に、初日の話ですか、あ、今の、あ、じゃあ大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、初日の話です、まあ、初日の話か、まあ、でも無理だ無理だ、僕バイタル1回見た時誰も死んでなかったんだ、そう、オラフ君と一緒、あ、じゃあサントさん無理だ、そうだよね、そうだよね、そうなるよね、あ、無理だ、サントさん白だ、僕とサントさんは、はい、タスクはオラフだね、うん、唯一あるのはわざわざ言うけど、おアルトさんがローでアルトさんが一ギスをしてるときだけ唯一私があるかな、うん、わざわざ出すと、あ、一応そ、確かに確かに、ちょっと僕もなんか砂ザメさんからと思っちゃってたけど、うん、確かにアルトくんが偽装しててアルトくんが2キル起こしてるパターンとかだと、あ、でもオラフくんはその場合はあんま追ってないけど、いや、もう追えない追えない、そんな、いや、まあ NS から乗らせてるんで一旦分けて考えてる、一旦分けて、うん、タスクは無理だな、あと1個です、私が、もう私だと思う、1個、これ、まあ、まあなんかね、どちらにせよ覚えておいてほしいのは、キロ来ても30秒ちょっとだったら10秒ぐらい待っていいし、その時も釣りなしでいいと思う、これタスク勝ちができると思います、うん、そう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 、うん、そうそうそう、そうそう思った、オラフ君やっぱ白来る、あ、いや、オラフ君は白白白、100タスク残り2個でくぅ、隠しのどっちが来てほしかったな、タスクきついな、2秒前、わお、めっちゃ直近めっちゃ直近めっちゃ直近、マジか、これボタン、申し訳ないよ、ボタンボタンボタン、でもオラフ君以外タスク終わったんじゃない、残ってる人います、あ、どっちみちもスキップで、うん、スキップでいい、あれセンタンって今さ、証拠聞いたよね。オラフ君と一緒に上がりませんでした。あ、違うか、あれ、まあまあいいや。まあまあまあいいや。します。はい。タスク頑張ろう。はい、う多分 ミーティングで死んでる気がしますけど、まあいいや。あ、ミーティングはなさそうかな、3秒前なら。橋を1回だったと思うし、はい、僕が登ってるんですよ。あ、惜しい。ナイス、ホイト。ちょっとあの1個めっちゃ謝罪があるんですけど、うん、僕でした、タスコマンさんが、あ、マジで、金庫室のダイヤをやってないのに、オラク早くしてくれって叫んでたんで、あ、じゃあアルマさん殺さなかったらワンチャンあったのか、アルマさん幽霊で行けたんだ、幽霊で行けましたね、ガチで今
いや、えらい、よう確認した、よう確認した。確かに、よしょうがないっすよ、タスクね。よう確認マジで今、全身の血の毛が引いた、マジで。いやー、終わんの早いな。それ、気づかなかったら、だいぶやばかったっすもん。いや、もうガチでやらかし。ちなみにね、僕もあまりにも長いから確認したもん、自分のタスク。そう、僕も全然終わんないから。あ、でも幽霊になってオラフ君がのんきに死体現場を見てたから、あれ、いや誰か、あ、そう、誰か違うやつだなと思ってタスク開いた僕だったんで、この最後までかかった人いるんですよ、霊界に一人。マジか、いるんですよ、一人。ずっと叫んでましたね。ちょっとごめんなさい、再起します。次行きますね、もう次行きますよ。え、初手死んでまだやってたんですか。確かに最後の会議で4つ残ってるっていう。やば、本当か分かんない。嘘でしょ。いや、マジで尋常じゃない。いや、サザエさん申し訳ない。あ、ごめんなさい、もう逃げらんなかった。初日完全に浮いちゃいましたね。めっちゃ、いや、でも他きつかったですね、隠しろ多くて。なんか新作バイタル見た時にキル起こってなかったから、あ、キルなんか2キルしちゃダメみたいな、なんか自分の中のイメージがあって。まあ、多分僕とサントさんが直近でエロちゃんさん見てたも割とインポスターとしては残念やった感じはしますね。うん、あれなかったらだいぶ、あ、そうね、怖。あ、マジアルマさんじゃなかったらワンチャンあったのか、最後キルしたの。いや、初めてなんかこのタスクやってなかったやらかししたんで、なんかもう血の気が引いた、マジで。そう、まあ、ちょっとあったのかな。よくありますよね、そんなこと。よくありますね。よくある。うん、危ない。いやー、てかでも本当に血の気引くよね、ああいう時って。いや、マジでもう僕多分ダイヤモンド今磨いた速度世界一速かったです。